こんにちは。こんにちは。ゴーイチコラボの服部です。今日は藤川先生、はい、いろいろと、お聞きしたいと思ってるんですけども、今年は本当にね、コロナでもうなんか全くね、2020年がこんな年になると全く予想もつかなかったんですけども、はい、皆さんね、来年どんな年になるんだろうなって、2021年、はい、どんな年になるのかなっていうふうに心配してる人もいっぱいいると思うんですよね。そうですね、はい、実はこんな年になるとは思わなかったっていうのは、はい、西洋占星術の世界では、はい、このようなことが起きるだろうということは、はい、予測されていたことでもあります。あ、そうなんですか。はい、なぜなら、風の時代に移るということをちょっと耳にしたことはありませんか。はい、はいはいはい、あります、あります、はい。風の時代の前というのはここ2020年いっぱいまで、はい、土の時代というのがあったんですね、はいはい、土の時代というのはリアルとか、はい、まあ、現実とかです、はい、その土の時代を象徴するところで破壊みたいなものが起きるという星の動きが2020年の1月にあったんですね。あったんですか。はい、まさしく。そうなんですよ。でそのことがあって、いやおうなしに時代は風に移っていくだろうというようなことは西洋占星術では実は言われていました。すごいですね。それもすごくびっくりしました、はい、コロナという形で当てた人はいないんですが、はいはい、土から風、つまり、はい、なんか現実的な世界から風がいうようなネットワークみたいな世界に移る何かが起きるだろうというようなことは皆さん予測していたんですね。なるほどね。で2021年からはその風の時代に移っていきます、はい、その時代の移る時のその何て言ったらいいですかね、その、まあ、キーワードっていうか心に留めておいた方がいいものって何かありますか。はい、2021年に関しては、はい、風の時代に移るとは言っても、はい、水亀座というところで大きな星の動きがありますので、はい、水亀座に象徴するような、はい、まあ、ムードとかやり方というのがキーワードになります、はいはい、それは何かといったら、はい、まあ、みんな違ってそれでいいとか、みんな違ってそれでいい、はい、なんだろう、ベストワンよりオンリーワンより、はいはいはい、何でしたっけ、ベストワンよりオンリーワンみたいな、はいはいはい、なんかそれぞれがそれぞれであっていいという個性の時代になります。そういう時代になるんですね、はい、だから風の時代のことをみんながやらなければ成功しないという時代ではなく、自分の持っている持ち味を一番いい形で出していくということを2021年は考えていただきたいと思います。あ、なるほどね。まあ、そういうなんかいろんなね、はい、まあ、グレートコンジャクションとかよく言われたりもするし、はい、まあ、いろんなことがある中の、はい、まあ、どういうふうにしてどうしたらいいかとか、こんな年だよっていう、ものを、まあ、詳しく、もっと詳しくですね、はい、説明していただけることになってますんで、はい、ぜひ、そちらの方の動画をご覧いただければなと思います。ぜひご覧になってください、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。